倉田和也です。そうですね、大学卒業後に、税理士事務所に就職して、そこで2年ほど勤めたんですけど、その時趣味でレザークラフトをやってまして、もっと本格的に革に携わりたいなと思って、そこからメーカーに転職しました。で、3年ほど営業をやってから、サンプル紙になりまして、その営業をやってる間に結構いろいろ勉強になることとかあって、ものいろいろ作れるようになったんで、作る方もに、兼任してなんですけど営業となりましたね。メーカーの営業が、お客さんの問屋とかブランドさんから製造の依頼来たものですね、それの材料の手配して、で、外注先で生産してたんで、そちらの手配とかですね、で、納品までの生産管理とかも兼ねたような、そんな感じですね。その一日のそれぞれの仕事の段取り打ち合わせして、そこから結構日によって違うんですけど、外注先回ったり、得意先が来て打ち合わせがあったり、僕はそこからサンプル作る仕事ですね、そういうのが多かったですね。メーカーでサンプル作ってたんですけども、そのメーカーでのものづくりっていうのがコスト面とか生産性の面です、結構制約があって、結局作る方が毎回同じようなものになってしまって、新しい技術とかに挑戦できないなと思って、やっぱり技術を伸ばすにはちょっともう一回メーカーを辞めて自分で作った方がいいかなと思って独立しました。今は一日特に決まった流れないんですけど、注文たくさんいただいてて忙しいんで、結構不規則な時間に起きて次眠くなるまでずっと作ってるというような、そんな生活です。で、だいたい朝までやって、朝からちょっとお昼前まで寝て、次眠くなるまでずっと作業みたいな、結構作業長時間ですね。ビジョンは特になかったんですけど、商品のアイデアとかもずっと考えてたストックがいっぱいあったんで、技術面でもある程度のものを作れるという自信もあって、辞めてから準備して、半年ぐらい準備でいろいろしてて、そこから始めましたね。じゃあ職人だけで食べていくにはどうすればいいですか？そうですね、物を作る能力はもちろん必要なんですけど、その早く作るのが結構大事だなと思いますね。で、ネット販売をしていくなら、その写真を撮る技術であったり、マーケティングの方の知識であったり、作るだけではちょっと食べていけないかなっていうのは思いますね。倉田さんから見た新進工房の印象みたいなのがあれば教えてもらえますか？ガンダムが好きですね。ガンダムが好き、めちゃくちゃフットワークが軽いなっていうのがいつも思いますね。クロコダイルの買い付けに行ってたりとか。なるほど。新しいのをどんどんやってるんで。なるほどね、そういう感じなんですね。じゃあ、これから職人として独立を考えてる人になんかメッセージとか、 なんかアドバイスとかありますかね？そうですね、腕を磨いて運動不足に気をつけながら共に頑張りましょうですね。ああ、なるほど。最後になんか一言あれば。僕のブランドボナーって言うんですけれども、結構まだ世にないような新しい形の財布っていうのをテーマに作っておりまして、一回覗いていただけたらなと思います。了解です。ありがとうございます。